埼玉市浦和区高砂付近埼玉県道34号埼玉草加線は埼玉県埼玉市浦和区高砂の浦和駅西口交差点から埼玉県草加市の夜行橋交差点に至る埼玉県の主要地方道である埼玉市発足前の路線名は浦和草加線埼玉市内には一方通行区間や 両方向通行可能ではあるが一車線ほどの幅しかない区間があり、一見普通の生活道路と見間違えるほどの雰囲気である。現在、浦和駅周辺で四車線化への拡幅工事がされたほか、南浦和地区にて区画整理が施されたため、浦和駅付近にて分断、南浦和地区にてわずかだが、県道指定の途切れる区間が存在する。また、川口市内には、 旧道とは別に片側に車線のバイパスが通っており、埼玉県道1号埼玉川口線や、埼玉県道58号台東川口線を結ぶ、通称、第二産業道路と呼ばれる路線の一部となっている。そのため、こちらの旧道は、鳩ヶ谷駅周辺の再開発、区画整理事業に伴い、一部通行止めとなり、県道指定も解除されたため、 実質前日のバイパスが本線化した。この第二産業道路の区間に川口市立グリーンセンターがあり、当センターは第二産業道路によって敷地が分断されている。川口市内の単独区間は埼玉県土整備事務所が管理している。川口市東本二1226の1の平日24時間の交通量は16,586台となっている。 4車線の浦和駅周辺前地3丁目から、浦和駅方面台に産業道路区間を除く。ありがとうございます。